おはようございます。5月21日になりました。今日はペイペイ運用のちょうど1ヶ月目が終わり、2ヶ月目の1日目なんですよ。で、先月4月21日にペイペイ運用のボタンをスタンダードでピッと押しまして、そっからね、ほとんど画面も見ないし放置状態だったんですけども、昨日見ると結構な金額になってました。今朝そしてどうなってるでしょうか。運用益はね、一応出てるんですよ。でトータルでですね、今38,920円です。昨日がどんな金額だったのか下に URL つけておきますのでご覧いただきたいと思いますけども、これなかなかねいいですよ。実質的にはお金出してないですから、普通にヤフーショッピングとかで買い物したりとかね、それからショッピング店舗に行ったりとかするじゃないですか。その時にペイペイで払うと、コンビニもそうですけどもね、その都度その都度ちょっとずつちょっとずつ 1% ぐらいちょっとバックされるんですよね。だから1000円使うと、10円とかね、そんな感じなんですけども、これが積み重なっていくとバカにならないということでございます。時にはね 17% バックとか 49% バックとか、そういうキャンペーンもあったりしますんで、すごいですよ。だから今ね、だいたい4万円ぐらいになってますからね。1ヶ月で副収入4万円とか言ってどうですか。すごいなと思いますよ。しかも簡単ですからね、やり方ね。このペイペイのアプリを開いて、ボーナス運用っていうところが上から2番目で、右から2番目、左から2番目にあります。1円から OK って書いてますからね。ここを押すと、こういうふうに展開されますので、見えますかね。で、あと下の方に行って、スタンダードコースか、チャレンジコースかを選ぶだけ。私はスタンダードですけどね。いや、これで1ヶ月開けてみたら、38,912円だったら良くないですか。労働はないです。で、まとまった資金も必要ありません。投資っていうと最初にお金出さないといけないじゃないですか。これないんですよ。普段通り買い物してるのをペイペイ払いに変えるだけです。ですからキャッシュレスになってすごく楽で、ドラッグストア行く時もコンビニで行く時も飲食店行く時もペイペイで入ってて払うだけですからね。非常に簡単で接触も少ないですしね、安全ですしね、清潔ですし、すごくいいと思います。でペイペイで払ってここに運用したお金があるでしょ。これをまたペイペイに戻してもいいわけですからね。そしたらペイペイのお財布に38,873円がストンと入るから、また買い物ができると。で買い物するとバックが入ってまた運用されるということで、なんか無限通貨発生機になったかもしれませんね、これはね。ちょっとずつ減ってはいくんですよ。やっぱ運用益ですからね。だから使い続けて増え続けるってことはないんですけども、でもね、実質1万円が1万円以上のこう使い勝手を生んでいるってことですよね。すごいなと思います。あなたもぜひ参加した方がいいんじゃないですか。これ今この世の時代にね、現金で払うのが一番損ですよ。現金で払うのが一番損で、手間もかかります。いいことありません。で次、クレジットカード支払い簡単です。でもカードを持って歩かなくちゃいけないのと、カード決済手数料が店舗の方にかかるんで、これから店舗さんはカードを使う、その利用頻度っていうのはね、下がると思うんですよ。でもペイペイでしたら導入タダですし、なんか店舗や会社ってペイペイ導入したら最初に 何千円か何万円かもらえるんだったんですよね。だからペイペイの導入が進むんですよ。すごいですよ、ペイペイ銀行。